最高の弁護か。まだ若いのに本を見る目は確かだ。ピューリッツァー賞を受賞した作者の著書で、後のアメリカ司法に大きな影響を与えた判例が書かれた評価尺度という本を勧めようかと思ったんだが、残念ながらここにはなかった。とても古い本だから書店ではなかなか見つからないだろう。いい本なんだが実に残念だ。では自分で探してみます。いやいや、私もただ行ってみただけだ。君がここにいられる期間は限られているし、時間を無駄にするもんじゃない。それに他にも読む価値のある本がたくさんある。ありがとうございます。教えていただいた本の名前は忘れません。また来たのか。今時これほど図書館に足を運ぶものも珍しい。この本を寄贈したいのですが、手続きをお願いできますか。評価尺度じゃないか。一体どうやって。努力すれば何だって見つかるものです。なあシーラン、どうして紙にこだわるんだ。アメリカの本は高いし、電子書籍の方がいろいろ便利だろ。紙の本を読むのが好きなんだ。特に古い本が。本はいつの世も思想家にとって命の源だ。時代を超えて永遠に残しておくべき価値がある。電子書籍だと所有している実感に欠ける。この本は僕にとって特別なものなんだ。見つけてくれてありがとう。実を言うと、あの最高の弁護も図書室が購入したものではないんだ。私も若い頃に法律を学んでいたことがあってね。あれはその時私が持っていた本なんだよ。その後図書館情報学への興味の方が勝って学部を変えたんだ。それでも私にとって最高の弁護と評価尺度はずっと大好きな本だった。そうですか。あれは先生が。
人の興味というのは移ろいゆくものだが、本は人の思考を超越した宝だ。まあ読者がいてこそ本は廃れないんだがね。君のことだ。もう評価尺度も読み終えているのだろう。他の者にも読む機会を与えてくれて感謝するよ。そうだ、忘れないうちに手続きをさせてもらうよ。偽造した君自身の手で棚にしまってくれるかな。これもまた記念になるだろう。では、ロペス先生、僕はこれで。